お待たせしました。それでは、臨時の記者会見を行わせていただきます。市民の皆様にお知らせをいたします。この度、熊本市内で4例目の新型コロナウイルス感染症の患者が確認をされました。この4例目の方は、年齢が60歳代の市内の日本人の女性であります。1例目の20代の女性の方の母親で、2例目の50代の男性の方の奥さん、妻であるということでございます。職業は会社員、そして仕事は熊本市民病院の食器洗浄作業に従事をされていた方です。患者は1例目の方の濃厚接触者に該当しますため、2月21日に PCR 検査を実施をしましたが、その際は陰性でした。2月22日からは熊本市保健所において健康観察を行っておりましたが、本日午前9時20分に発熱37度8分が見られたことから PCR 検査を実施をし、14時18分陽性と確定されたものです。市民病院では食材には直接触れる業務ではないものの、念のため2月21日、22日に食材をすべて廃棄するとともに、食器については改めて高温消毒をしているという状況であるということです。さらにこの勤務先のこの委託業者に対しまして、すべての従事者について健康観察を行うよう指示するとともに、市民病院自ら従事者の検温を毎朝実施をしているということでございます。現在までのところ従事者に体調の変化はありません。次に1例目の20歳女性の状況についてお知らせをいたします。この方につきましては2月23日17時から室内歩行ができない状態となり重症化をしておりました。本日午前3時に呼吸器障害が悪化をいたしましたため、午前5時19分に人工呼吸器を装着をいたしました。そうしたことから症状は昨日よりも重篤化をしているという状況であります。今回新たにお一人の方の感染が確認をされ、すでに感染をされた方が重篤化をされたということから、多くの市民の皆様も非常にご心配な状況であろうかというふうに思いますが、感染症の拡大防止にはたびたび申し上げました通り、市民の皆様一人一人がですね、注意をしていただく、心がけをしていただくことが非常に大事になってまいります。徹底した手洗い、そしてうがい、咳エチケットはもとよりですね、できるだけ人混みを避ける、感染予防により、一層努めていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。また、今日の0時からの記者会見でも申し上げました通り、新型コロナウイルスに関するご相談につきましては帰国者接触者相談センターへご連絡をください、ご相談くださいますようお願いを申し上げます。24時間体制ということであります。何かこうしたことで気になるということ、あるいは体調がなかなか優れないということであれば、まず相談をしていただくということをお願いをしたいというふうに思います。そして、今後とも、今日先ほど厚生労働大臣の方からも、この対応方針についてですね、記者会見があっておりましたけれども、今後国県とも連携し、また医療機関等のですね、関係機関とも十分連携をしながら、これからも感染拡大防止にですね、全力を挙げてまいりたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。私の方からは以上です。はい、それでは、質問をいたします。では、幹事社から、幹事社の事実です。はい、どうぞ。
まずこの60代の女性の方なんですが、はい、現在は、感染症指定医療機関に入院しているという理解でよろしいですか。現在はですね、今陽性ということが確認をされましたので、自宅で待機をされ、これから感染症の指定病院の方に搬送し入院をされるということです。本日中の入院。はい、本日中の入院です。続けてなんですが、この方が勤務されていたのは市民病院ということで、はいはい、今従事者の健康観察を行っている、はい、ということなんで、人数としてはどれぐらいの人数は分かりますか。人数は調査中ですが、もう把握はできているというふうに思います。実際にはこの給食の食器のその洗浄ですねの作業の委託を受けている会社ということでありますので、その空間の中で仕事をされていた方々ということになろうかというふうに思います。この方の勤務歴ですね、直近の勤務は、はい、何日まで、勤務はですね、最初の1例目の方の、お母さんということになりますので、1例目の方が陽性反応が出たということの時点からですね、勤務はされていないという状況で、あります。で、それは2月21日から、仕事はお休みをされて、まず入院を最初されましたので、その後、陰性だったということで、自宅で待機状態だったということでございます。で、2月の20日までは、ほぼ毎日、勤務をされており、また通勤手段は自転車で、通っておられたということでございます。海外渡航歴はなし、県外にも出ていないということであります。確認になってしまうんですけれども、はい、食器のみ洗う仕事。そうですね、はい、市民病院内で市民病院の、その食器を洗浄する、スペースがあるらしいんですけれども、そこでということではあるようです。はい、業務を会社側から見れば受託している。そういうことですね。はい、で日常的に例えば患者さんとそこで、会うとか、なんか接触をするということの状態ではないというふうに、病院事業管理者の方からは、伺っているところでありますが、この21日に、陽性と分かった娘さんが陽性というふうに分かって、ご本人も入院をされているという状態でしたので、その段階でですね、十分な健康観察をですね、その関係の皆さんに行っているということで聞いております。22日に陰性だと分かって、その後自宅で待機されていたということですが、その後外に出たりとかいうことはありません。ずっと自宅の方で、経過観察、要は、そういう外出をしないということになっておりまして、で体調に変化が起こる可能性もあるということ、つまり陰性と出たものの、確実にですね、やっぱり濃厚接触者ということもありますので、十分に注意をして保健所の方で健康観察を行ってきたと。そしたら今日の朝ですね、連発をしたということで、確認ができて、それで検査をしたということです。最後に短く、保健所の指導の下で自宅観察してた、自宅で経過観察してた。保健所の指導の下でいいですよね。はい、そういうことで結構です。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。1例目の20代女性の容体についてなんですが、人工呼吸器を装着し始めたということで、集中治療室等に、はい、これはですね、感染症の指定の病院の施設は、この、集中治療室と同等の機能を持っているということですので、その中で、行われているということで、治療が行われているということです。
ですので、まあ、集中治療室にどこか移ったとかそういうことではなくて、従来 の, その感染症の病棟の方で、まあ、この ICU にと同じ、まあ、レベルのです、ね、医療を行っているということであります。はい、はい、どうぞ。はい、じゃあ京都さん。はい、京都市のこの20代の女性についてなんですが、これ意識についてはいかがですか。意識はですね、まあ、人工呼吸器を装着をしていますので、当然呼吸をですね、合わせなければいけないと、自発呼吸とその、人工呼吸器のということで、意識レベルは、この鎮静剤によって、使用して、若干落としてある状態だということであります。ですから当然、食事も取れない状態にあるということです。もちろんこの肝心の呼吸が悪化した時間と人工呼吸器をつけた時間を伺っています。午前3時に呼吸器障害が悪化をしたということで、午前5時19分に人工呼吸器を装着をしたというふうに報告を受けております。はい、じゃあ熊井さん。今回話した60代の母親への感染ルートはどのように考えられますか。感染ルートについては明確ではありません。ですので、そこについてはまだ、これから調査が必要だというふうに考えております。ただ1例目の発症した、この20代、女性の方との濃厚接触ということでありますので、いろいろとその行動 をですね、確認をしてですね、いけば、少しずつ分かってくる部分もあるのかなというふうに思いますが、なかなか、今現在、昨日も申し上げました通り、このお父さんの方との接触者の方も発症し、まあ、陽性ということでありますので、まあ、そういう意味では、まあ、いろいろなケースが考えられるのかなというふうに思っています。まあ、いずれにしても、そういったことも含めて、まあ、健康調査という形でですね、皆さん今関係の方々は自宅待機、ということで、外に出ずにですね、保健所の方からの、健康観察を実施しておりますので、まあ、そうした方々の、状況というものを見ながらですね、その実際の感染、ルートというものをですね、さらに、まあ、探求していくということになろうかというふうに思います。仕事中はなんかマスクとか着用する。当然全て、まあ、手袋なり、マスクなり全身ですね、まあ、そういったものを装着をしておられるということであります。まあ、まあ、当然その病院の食器を洗うという、まあ、そういう熱であるとかいろんなことで洗浄するということでありますでしょうから、かなり衛生状態は気を扱っているというふうに思いますが、まあ、そうは言いながらもですね、やはり非常に、まあ、ドクターであるとか入院患者の皆さんであるとかですね、まあ、いろんな方への影響がどのくらい及ぶのかということも含めてですね、しっかり確認をさせていただきたいというふうに思います。関連でその先ほど食器は廃棄されたという。いや、食材ですね。はいはい、念のために食材は全て廃棄をしたと。21日、22日の分は全て廃棄をしているということであります。ですから、まあ、それまでの間、要はそこのひょっとしたらその、まあ、この女性の60代の女性の方がですね、何らかの形で接触してはいけないということで、そういう措置を取っているということであります。はい、どうぞ。市民病院 の, まあ、患者さんとかにのアナウンスというのはもうすでに行っているんですか。アナウンスは病院の方から行うようにしているんですかね。今ちょっと私のところには今病院事業管理者も今、ここにちょっといらっしゃってませんので、院長等が、これからアナウンスをされるというふうに、それはちょっと確認してません。はい、ただ今陽性ということが出ましたので、明確に出たので、きちんと不安が広がらないようにですね、丁寧なご説明をすべきだというふうに思っております。はい、はい、どうぞ。この60代の女性ですけれども、自転車で通勤されたということですが、はいはい、市民病院に着いた後、まあ、通勤するときに、どの入り口から入ってその食器を洗うところに、それはちょっと私の方で今確認をしておりませんので、また確認をさせていただいて、後ほど記者レポをさせていただければというふうに思います。はい、
はい、どうぞ。現在も熱があるということは、これ37度8分ということで、これは午前9時20分現在 の、 あの状況でありますけれども、そういう状況だと思います。現時点で何度かは分かりません。はい、はい、どうぞ。熱以外の症状というのは女性はどういうのか。発熱だけというふうにここでは、聞いております。はい、もう一回確認をあのスコアしてください。あ、口の乾き、あ、口の乾きがあるということですね。呼吸器症状はなく、発熱があるということです。すいません、1例目2例目の方が、まあ、いつで入院された後、はい、この女性は自宅で一人でお過ごしだったんですか。そうです。他にどうぞ。はい、はい、どうぞ。こちらのご家族なんですけど、この3名で暮らしてらっしゃったんですか。そうです。はい、はい、どうぞ。もう一つ、お父さん50代の男性の方、50代男性の方の容態は変化はありません。特段問題はないということ。昨日の状態、今朝の、記者会見の状態から変化はないということになります。はい、どうぞ。読売新聞の話です。市民病院に関わる従事者の方で、感染が出たということで、たくまの病院の方は外来診療を停止したりとか、はい、そういう措置を取ったんですけど、市民病院の方とした対応はどうされるんですか。今のところですね、この食器洗浄の、業務に当たる場合、その患者さんとの、接触ということがない、経路というふうに聞いておりますので、その点については病院の方でもそこまでの措置は必要ないというふうに考えているというふうに伺っています。じゃあ、水分通常通りの。そうです。でただこれに、同じそのフロアなり、というか、その洗浄する場所でですね、その勤務をされていたという状況のその以外のですね、方々のやっぱり健康調査はきちっと行っていきながら、通常の診療は行っていくということなのかと思います。はい、どうぞ。食材を捨てられたということなんですが、食器の洗い場と調理場って同じ工夫はというか、それはちょっと私の方で確認できておりませんので、後ほど確認してまたお知らせをしたいと思います。調理したものとかっていうのは基本的に入院患者さんが言った病院食みたいな、そういうことだと思います。はい、はい、どうぞ。食材を廃棄したということですが、これは陽性と出る前の段階でも廃棄していたんですか。そうですね、はい、念のためにそういう措置を取ったと、病院の方でですね、はい、ですから、まあ、やっぱり陰性ではあったんですけれども、やっぱり安全面をより見て病院の方でそういう措置を取ったということであります。はい、はい、どうぞ。あ、じゃあ熊井さん。一部報道で20代女性の発症前の行動について、はい、福岡市内のコンサートに行っていたということがありましたけれども、はい、それは事実でしょうか。はい、実際にコンサートに行かれていたようであります。でこの点についてはちょうど連休中でですね、この主催者の方とですね連絡が取れておりませんでしたので、本日事務方の方で確認をして、そして公表についてですね、確認をしているようでございますので、後ほど記者レクの中でですね、内容についてはきちんと明らかにしたいというふうに考えております。はい、他にどうぞ。はい、どうぞ。その女性が働いて今回感染が確認された市民病院に従事している60代の方ですね。はい、もうそのエリアの消毒とかっていう作業っていうのは当然それはなされていると思いますが、それも確認を集合内すべて機材を全部吹き上げをしている。あれ、それは資料どこにあったの。そこに持ってるの。はい、結構です。今日終えた。いやいや、もうそれは21日の時点でということですね。
21日の時点で、お父さんとともに LINE してその検査を受けられてますが、夕食の食材はすべて、廃棄をし、備蓄食料を使用してですね、正職員のみでですね、対応を行っているというふうに聞いております。また厨房内すべてのこの機材を含めて、アルコールで拭き上げる、それから食器を高温消毒、それから食器はディスポーザル の、 使い捨ての食器を使用をしているということで、あります。そして、委託業者の健康管理を実施をしている。体調の変化があれば責任者へ連絡するよう、まあ、こういう措置を、市民病院の方では取られているということで、あります。その、厨房で従事されている作業員の方っていう、委託しているその女性の同僚の方も含めてなんですけど、例えば院内のコンビニにちょっと買い物に行ったりとか、うん、その本当にその患者さんと交わるような環境にはなかった。そこについてはちょっと確認できておりませんけれども、基本的にはその、業務の時間、それから、そのおそらく休憩の時とかですね、当然、あるでしょうから、まあ、そういったところは、当然移動はある可能性はあるというふうに考えております。ですので、まあ、その辺についても、病院の方からまた確認をして、病院の方に確認をしてですね、記者レポをさせていただければというふうに思っております。よろしいですか。はい、どうぞ。60代の母親ですけれども、はい、20日まではほぼ毎日勤務をされていたという説明でしたけれども、はい、その後娘さんが発症したのが17日頃ですが、その後も、市民病院の方に、通勤して働いていました。ですね、19日は、お休みだったそうですが、20日の日、18日の日はすいません、ちょっと今手元に資料がないので分かりませんが、20日の日は自転車で出勤をされ、そして、仕事をされているという状態です。で、21日以降は入院、それから22日に退院、それから、自宅で、過ごしておられる。すいません、はい、どうぞ。これも確認になってしまってあれなんですけど、厨房内の食器とか機材、21日までにこう洗ったっていうことを、21日の日に、はい、全て、消毒プランは終わってると思います。機材っていうのはそのシンクとか冷蔵庫とか、まあ、全てそうだと思う。機材ということですので、当然厨房内全て、機材を含めてアルコールでの拭き上げと行っているということです。はい、じゃあ2件です。日経の石原です。ちょっとすでに言われていたらごめんなさい。市民病院という、名前が出るっていうのを出されたというのは、はい、かなりいろいろ受け手の方の印象もあると思うんですけど、はい、これはもちろんこの60代の女性の了解を取られて、60代の女性 の、 方だけでなくですね、当然病院も含めて了解を全て得ているということでございます。で、やはりこれに関してはですね、やはり積極的に情報をですね公開をし、そしてどういう形で対応しているのかということを明らかにすることの方が、ある意味で情報を伏せてしまうとですね、これは皆さん逆に不安、疑心暗鬼になってしまうということがあります。それはやはりきちっとした対応を取っているかどうかということがですね、やはり問われてくる。その辺をですね、やっぱり市民の皆さん、県民の皆さんはお知りになりたいというふうに思いますので、やはりこういうもう今こういう段階にあってですね、しかもその患者さんが、熊本市内だけでも4例目が、確認をされているという状況の中でですね、やはり、できるだけつぶさにですね、情報を、オープンにしていくということは、私の方
からも従前、本部会議の中でも指示をさせていただいておりますけれども、まあ、そういう方針で、言っております。もちろん、それによってですね、まあ、風評被害であるとか、さまざまなことが懸念をされるわけではありますけれども、しかしやはり皆さん方 の、 この健康にですね、重大なやっぱり影響を与えるものであります。まあ、そういうこの健康危機管理という上ではですね、情報をきちんとオープンにしていくという姿勢が必要だと私の方で判断をしましたので、今回こういった措置を取らせていただいているということでございます。はい、はい、どうぞ。はい、ごめんなさい。今回新たに導入された女性は一度陰性という判断が、はい、された後に、はい、そういう規模だって、そうですか、陽性なんです。これはどういう、まあ、インフルエンザと同じように一度は陰性でしたけど、その後に、はい、実際にですね、なかなかこの、検査自体がですね、やはり一定程度 の、 この発症がないとですね、この陽性か陰性かというのがどうも出ないようだということは、この今までのいろいろな全国の事例でも言われているわけでありますが、21日の段階では本来は、濃厚接触では あったもののですね、発症をしていない状態、発熱もなければ体調不良もないという状態ではありましたが、まあ、ここはやはり念のためにですね、きちんと検査をしておくべきだろうということで、こちらで検査をさせていただいて、そうしたらこの1回目の検査では陰性だったということであります。ただ、これはクルーズ船の事例や他の、まあ、事例でもですね、一度陰性になった方でもですね、やはり、この陽性になるということが確認をされている事例がいくつかございますので、そういうケースに当たらないように、できるだけ自宅で待機をしていただいて、そして外には出ないようにしていただく、そして、保健所から健康観察をするという、こういう措置をすることによってですね、まあ、こうやって発熱をしたということが、まあ、捉えられて、そして、すぐこの入院あるいは、そういうさまざまな処置ができるというようなことだというふうに理解していただければというふうに思います。今これまでは熊本県の検査の結果陰性に出ている方が何人かおられます。はいはいはい、まあ、それ陰性だったとしてもそのまま自宅待機してくださいというのはおよそ今どのぐらいの規模になっているの？自宅待機ということに関して言えばですね、これは濃厚接触者の方に関してはそういう形で、やっておりますけれども、一般のですね、まあ、例えば、検査をですね、した中で、例えば体調が優れない、そしてインフルエンザでも、の検査では例えば陰性になっている、あるいは肺炎の症状がどうも見られるとかっていうことで、じゃあコロナ、新型コロナウイルスへの感染があるかどうかということをやっぱり確認したいという医療機関等々からも、お申し出がありますので、まあ、そういったものについてはきちんとその判断に基づいて保健所の方でですね、検査を決定をして、そして、検査をしているわけでありますけれども、まあ、その点については十分、把握をしながらやっている、ただ保健所の方で把握をしておりますのでですね、ある程度いろいろな情報をですね、提供していただくとか、まあ、そういったことはやっておりますけれども、ただ一般の方で濃厚接触もなく、例えば陰性であったという方に関してはですね、まあ、なかなかここを、私どもの方でですね、自宅待機をしなさいというわけじゃなかなかいかないというところもありますので、注意深く観察をさせていただいて、そして、情報をですね、確認をさせていただいている状態、まあ、こういうことで、あります。これはそういうことでいいですか？はい、はい、どうぞ。現時点でこの、今市内で感染された方々濃厚接触者で、本日中にまたなんか体調の悪化が見られて、はい、今後検体検査をするような予定とかは？まあ、ないです。今のところないんですけれども、それがもし、出てきた場合にはまた、当然何らかの形で、まあ、容体が、悪くなって陽性の場合はお知らせをするということで、あります。で、陰性の方で例えば体調が悪くなったんだけどもう一回検査したら陰性だったという場合は当然、それは公表しないということになっておりますけれども、まあ、当然いろんな体調をずっと皆さんの体調をやっぱりしっかり、把握をして今分かっている範囲でこの感染者の
方々、患者さんたちと関わりのあった方々については注意深くやっぱりこう全てを見ていくということがですね、今一番大事なことでありますので、その分かっているところをですねきちんと抑えるということ、そのことがですね市民の皆さんにも安全安心につながっていくというふうに思っております。はい、すみません、もう一つ、はい、どうぞ。今回 のお母さんも発症したのは、まあ、少なくとも、発症の時期から見ると、まあ、あの娘さんかお父さんから移ったっていうふうに見られてるんです。いや、あのそれはちょっとわからないですね。どちらがその先なのか、例えばあのいろんなケースが考えられると思うんですよね、例えばそのお父さんも、まあのと接触をした方も発症していると、仕事場でですねということを考えれば、まあ、必ずしもその誰が一番最初の、まあ、なんていうかな、あの感染者ということはちょっと今特定はできないということで考えています。はい、はい、どうぞ。今回あの陽性確認されたお母様も特段その重症化するような基礎疾患等の情報は、はい、基礎疾患はないというふうに伺っています。はい、よろしいですか。はい、どうぞ。20日までは、この今日の女性も自由に行動されていたと思うんですけれども、はい、どの程度まで過去に遡って行動歴や接触歴、うん、あの分かる限りはちょっといろいろと伺うようにしてます。で、発症前1ヶ月については今ですね、あのずっとあの確認をしておりまして、まあ、あの2月20日まではほぼ毎日あの勤務をされているということが分かってます。ただあの休日の行動はじゃあどうされてるのかということでありますけれども、休日はこの2月に入ってから以降ですね、これはまだあの娘さんの発症も分からない状態の時でありますけれども、2月以降はどこにも出かけていない、それから、職場と自宅の往復のみだったということは、まあ、あの調査の結果分かっております。また公共交通の利用はこの1ヶ月間していないということも、分かっております。ですので、まあ、あのこれ発症前の1ヶ月に関しては、まだ今から保健所の方でですねこの陽性と出ましたので、さらに、もっと詳しく、これはプライバシーのいろいろな課題もあって、なかなかその陰性の方にですねどこまで、うん、そのお尋ねできるのかというのはなかなか難しい問題があるんですけれども、ただ今回陽性となったことからですね、まあ、さらに踏み込んだ、この積極的疫学調査を行いですね、そして、1ヶ月ほど前までは遡ってですね、できるだけ、まあ、そういう感染の 経路ルートの特定につながるようにですね、確認をしていきたいというふうに思っております。例えばどこかでお買い物をしたとかいうことも今のところは分かりません、はい、今は分かっておりません。はい、はい、どうぞ。熊本県民テレビの安松です。20代の女性なんですけれども、はい、解熱剤とかのですね対症療法だとちょっと改善が見込まれないので、はい、まあ、新たな薬をというところでこの間お話ししたんですけれども、はいはい、使用されたり、それについては使用をしていないということで聞いております。何かを待ってらっしゃる、なんかいや、それもないというふうに伺っています。薬自体はそちらにある、病院側にあるは、それも確認しておりませんけれども、この患者の方にはですね、そうした治療方法はあの取らないということで伺っております。はい、どうぞ。ちょっと言葉の問題で恐縮なんですけど、20代の女性、先ほどの質問で関連するんですけど、あの昨日よりも重篤化したというところをおっしゃって、はい、まあ、今まであの軽症であったりとか、はい、中等症というのを受けたんですけど、はいはい、これは、人工呼吸器をつけておられるので、まあ、その段階で重篤化ということで、表現をさせて、はい、そうです。すいません、はい、どうぞ。気管挿管をしている状態なんですか、呼吸器を装着している、人工呼吸器を装着しているということですから気管挿管をしていると。でも完全に呼吸を管理しているそういうことです。よろしくございますか。はい、それでは、